ご視聴ありがとうございます。ハグリッド兼カブトムシ坊主です。はい、今日はですねこちらのめちゃくちゃでっかい箱がね届きましたので今から開封していきます。という動画です。まあ、開封していくっていうかね、午前中に届いて妻の方が生存確認してくれてました。はい、なのでもう開いてます。じゃんじゃじゃーん、じゃじゃんじゃじゃん。あ、ちょっとねこれね、さっき上から下ろした時にガシャーンってなっちゃってそのまま出たんでね、ちょっと粉なってるけど、まあ、梱包もねすごく良かったって言ってましたね。このね2リットル、これ2リットルかな、2リットルのねペットってまだ凍ってるんですけど、ほらこれがね入ってて、外めっちゃ暑かったんですよ、大阪37度とか言ってたんですけど、今日それでもね無事全部全頭全匹生きて届きました。いや素晴らしいです、ありがとうございます。はい、でね何を買ったかって言いますとですね、ちょっとねこれね一応もうペタッと貼ろうかなと思って作ったんですよ。カリマンタン平田クワガタとスラウェシオ平田クワガタとコーカサスオオカブトとタウルス平田クワガタとルデキンツヤクワガタとマンディブラレス二股クワガタと大王平田クワガタとカリマンタン平田クワガタとスラウェシオ平田クワガタとコーカサス、何種かしてますね、7種類ぐらいちょっとね購入させていただきました。はい、では見ていきましょう。これ平田って書いてます。平田くん、平田くん、平田 K って書いてある。K、平田 K。あ、K だからカリマンタンかな。カリマンタンくんかもしれないね。でも最初からプリンカップに入ってるんでちょっとありがたいですね。よいしょ。さっきのラベルシールをくっつけてあげます。かわいい、もうちょっとこっちから見えるんですけど、かわいいな、やっぱクワガタいいな。カブトムシ坊主ですとか言ってるんですけどね、クワガタがね好きなんですよね。やっぱペロリアン噂通りめっちゃ食べますね。もう空っぽに近いっすね。すごい。これ、かわいいクワガタ。ワイルド。ねえ、かわいいな。うん、素敵。足の力も結構強いから元気ですね。元気そのものですね。アウトアウト、闘争心素晴らしいよ。君。待って待って待って、絶対挟もうとしてる。絶対挟もうとしてるでしょ、今。もう絶対挟もうとしたこれ。下向いた瞬間ね、もうすぐ分かるからね。下向いた瞬間挟んじゃうからね。とりあえずこれ食べて。プロゼリー。どうぞ。まあ、そのまま食べてたんで、このペロリアン。プロゼリーもそのままいけそうですね。もう喧嘩してるし、ゼリーと。ゼリーと喧嘩しないでよ。めっちゃすげえ。めっちゃすげえわな。かつい、やっぱ凶暴っていうのがいいですね。でこれがペア、メスですね。メスはもう大体同じ形してるんでね、ちょっと後でじっくり眺めてみます。これがメスですね。はい、5ペアぐらいいるのかな。これがカリマンタン君かな。これ K って書いてあるから多分カリマンタンのときです。カリマンタン、カリマンタン。でね、あとね、待ってよ、カリマンタンくんからちょっと出していきますか。カリマンタン、あれ、あ、これか、カリマンタンくん、 K って書いてあります。これちょっと大きい、さっきの53だったんで、これがね64ですね。ちょっとさっきと多分一緒なんで、でかいの見てみますか。でかいの、カリマンタンのでかいのK って書いてあるやつ、K って書いてあるやつ、50。
って書いてあるやつ。あ、これが一番でかいっすね。これ何？あ、マンディブラリスのメスか。これが多分でかいですね。ちょっと大きいの、大きいの見ましょうね。いやでも本当素晴らしいな、マジで。外国行きて。いやでも外国行かなくてもあのね、外国から仕入れてくれてる業者様がいるからね、こうやって外国さん見れるからちょっとありがたいですね。自分で実際外国行くってなったら時間もそうだし、やっぱお金とかで、またあと現地でね詳しい人ちょっとお願いするから、やっぱりねそれなりにかかると思うんですけど、こうやって日本にいながら外国さん本当に育てられるって幸せですね。これがね、何ミリ？64ミリ、一番でっかい感じですね。やっぱかっこいいわな、本当に。あ、やっぱいいな。大桑系もいいけど平田系もね、やっぱいいですね。それこう凶暴なんだよね。じゃめっちゃ元気、最高。めっちゃ元気だ、最高だね。いいね、素敵や。メスメスどうした？え？まさかのメスが。見てください、この可愛さ。餌箱に入っちゃったんすよ。あー、大丈夫か？そんなにガッツリ食べてたんか。ちょっと救出してあげましょうね。あ、べちょってなった。元気ですね。ちょっとゼリーまみれになっちゃったんですけど、元気です。顔面突っ込んでゼリー食べてさ、ゼリープールですよね。ゼリー、これプロゼリーね。いや、ペロリアン噂ではね、結構というかかなりいいらしいんですよ。でも実際自分で使ったことないんで何とも言えないですけど、今度ちょっと頼んでみようかなと思いました。はい、今のが、これはカリマンタン、カリマンタン、カリマンタンだけど、そこカリマンタン、カリマンタンが5ペア、1,2,3,4、 あ、違う、1,2,3,4、 あと1ペアいるはず、あと1ペア、これか、これだね、これですね。5ペアで、次はタウルスくん行こっか。タウルスくん、これねちょっと可愛いですよね。タウルス、なんかねヒゲみたいのが入ってるんですよね。でこの仕分ける作業もねめっちゃ大変そうですよね。一頭一頭、一匹一匹ね、あの伏せとかないかなとかね、元気かなとか、ダニに襲われてないかなとかね、そういったのを調べながらおそらくやってくださってると思うんですよね。ほんと時間がねすごいかかると思います。ありがたいですね。かわいい、うわかわいい、え、めっちゃかわいいじゃんこれ。黒板みたい、めっちゃかわいい、ほら、あ、やばい。でこのやっぱ先っちょの方にね、あのヘラクレスみたいに毛が生えてますね。うわめっちゃかわいい。ちょっと赤いね、背中が、背中の方がちょっと赤いですね。あ、いいね、え、いいね、タウルスくん、タウルスくんいいね、めっちゃ可愛いじゃん。この子は？あ、メスもちっちゃいですね。あらまあ、あらまあ、サイズですね。黒板のメスみたいな感じの大きさ。ほら、めっちゃちっちゃい。自分の人差し指こんな、こんな。かわいい。
可愛いな君たち。よし、じゃあね、もうね、可愛い子たちにはね、とっておきのやつあげる。とっておきのやつあげちゃう。可愛いから。はい、プロゼリーですよ。半分カットのね、プロゼリー。でっかいのもね、かっこいいんですけど、こういう小さい感じのね、クワガタもいいですよね。これいいな、タウルスいいな。名前もおしゃれですもんね、タウルス。ケンタウルスみたいな感じでね。素敵すぎるわ。で、タウルスくんが、これも5ペアいるのかな、これがタウルス。全部同じぐらいの大きさですね、タウルスが。1、2、3、4で5、あと1匹、あと1匹、タウルス、タウルス、タウルス、いた、タウルス、あ、40ミリですね、結構いいね。5ペア、はい。で、次はルデキン。ルデキン、ダイオウいきます。ダイオウ、ダイオウいきますか。ダイオウヒラタが1、2、3、4、5頭ですね。ダイオウはよく見たことあると思うんですけど、自分の動画でも出てくるんで、なかなかね、かっこいいですよ、ダイオウ。でね、でかくなるんですよね。これワイルドなんでちょっと小さめの感じなんですけど、まあ、大きいのも映ったんですけど、ちょっとちっちゃいのをまとめてあったんですけど、あー、もう貫禄出てるわ、ちっちゃくても。こんな感じのね、クワガタですね。この湾曲がすごいんですよ、ここ、この顎のところが。ピントが合わない。ほら、挟まれたら痛そうでしょ。このダイオウね、ダイオウくんもなかなかいいクワガタですよね。自分も好きで、実際あの類大ブリードしてますね。はい、これがね、これも5ペアですね。ダイオウが5ペア、59、いいサイズ。80ミリぐらいになりますよ、普通にあのマットとかでも。めっちゃでっかくなりますね。で、卵もね、あの普通のなんだ、産卵一番ガチガチに詰めたやつでね、めっちゃ産んでくれるので、ほんと飼育しやすいクワガタですね。はい、続いてルデキン見てみましょう。ルデキンツヤクワガタね、あのちょっとでっかいのいきますか。70ミリがいるんで、これ見てみましょう。あ、縛ったルデキンで思い出したんですけど、セアカフタマタクワガタも頼もうって思ってたんですけど、頼むの忘れてますね。さっきセアカフタマタクワガタの名前自分言ってませんでしたもんね。あ、すっかり忘れてた。これルデキンツヤクワガタ、うわ綺麗、めっちゃ綺麗。これやばいな、このおあご、うわすげえな。挟まれたら痛そう。うわー、やばい、強いねー、足の力強いよ。うん、めっちゃ元気、そして綺麗、めっちゃ綺麗、でかい。これ72ミリありますね。デデキン72ミリで、あ、下がメスなんだ。あ、上も72が2匹いるんですね。72、この子も結構いいサイズですね。あれ、わーお、かっこいいな、好きだな、いいね、ふう、かっこいい、いかついね。全然金ツヤクワガタね。これも、これはなんだ、これも5ペアかな。さっきのメスが2で、これも、あ、これがメスですね、ルデキンの。
るで金ツヤクワガタのメスです。メスもツヤツヤしてますね。あ、綺麗。あ、メスのこの感じ好きかもしれない。なんかこの模様なんかいい。あ、美しい。いいね。顔も何見てんのよーみたいな感じでね、めっちゃ見てるし。ルデキン、これがルデキンペア、ワンペアなんで。平田、スラ、スラウシか。下のやつは違うメスですね。スラって書いてるから。スラは何だ？スラ。え？タウルス来て、ルデキン来て、カリマンタン来て、あ、スラウシか。スラウシは平田か、スラは。あ、待ってよ、ルデキンは？あ、これか。ルデキン全部でけえ。ルデキンめっちゃでけえっすね、これ。下違う。下なんか違う。下は何？あ、スラウシ。スラウシくんだ、下は。ルデキン全部でかいんだけど、なんか。嬉しいな。あ、やっぱね、でっかいのでっかいのでね、いかつくていいですね。ちっちゃいのは、かわいいってなるけど、でっかいのはね、ドワーンつってね、もうオラオラ系ですよね。ん？絶対痛い、挟まれた。この顎の形、この根元とかね、めっちゃ痛そうじゃないですか、これ。ほら、これ。うわー、すげえ。ほんとにすごい。ちょっと、ルイダイにはね、癖があるみたいですね、ツヤクワガタは。かなりのあれみたいですね。け、なんなんて言ったっけ、難関種で普通にバンバン産ましてる人いますもんね。すごいですよね。これメスですね。だから今で2ペアか、あ、違う、3ペア、3ペアですね。でこの子もでかい、72mm、 だいたい72ですね。73、さっきの子が一番でかいですね。1,2,3,4,5、 これで5ペアですね。あとルデキンのメスが2頭で5ペア、これ5ペア入りました。はい、続いてさっき言ったあれ見えますか、スラウェシ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 、どっち、スラ、スラウェシ、どっちだ、スラ、スラ、スラウェシって、スラウェシ、あ、どっちも一緒か。スラウェシ、スラウェシオオヒラタ、君がスラウェシオオヒラタ。おー、なんか長いぞ、顎が。こういう感じなんですね、スラウェシ君。ほら、かっこいい。独特、顎の形が独特の形してる。やっぱ綺麗。そして足の力が強いっていうね、この元気さ、元気さ溢れてますよ。痛いですよ、痛いですよ。はい、これがね、スラウェシ。これもスラメシも5ペア、1,2,3,4,5、 スラメシで、メスが 1,2,3,4,5。 あ、メス見てなかったですね。わかんねえ、違いが全然わかんねえ。わかる人すごいっすね。全くわかんねえ。脱走しないように気をつけないといけないっすね。で、全部ワイルドなので、そのまま産卵セット組んでも卵産んでくれると思います。で、続いてこちらですね。
これだけカブトムシですね。コーカサスオオカブト。よし、一つで。ちょっとこれはね、扱い注意だから手袋つけて。コーカサスオオカブト、めっちゃかっこいいっすね。でかい、長い。うわ、元気。よっしゃ、めっちゃ元気だね。いかついわな、お前。すごいわな。よし。プシュプシュいってる。フンガフンガいってる。はい。強い。足の力が強い。ちょっと離れてください。あーった、やばい、離れなくなった。手袋つけしてよかった。いや強いわ。あー、手袋つけしてもなんかね、あの力強さがわかる。ギュッギュッってやってくる。入って入って入って、ハス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 プリーズ。あー、おっしゃ、オッケー。こうかさす、こうかると。で、メスがこれか。これがこうかさすのメスですね。こっちで手入れたら痛いんですよね。パチンって手に切れてる。お腹空いてるかもしれない。はい、ご飯の時間ですよ。でもカブトムシ系はめっちゃ餌食べるんだよね。ほら、もう食べてる。早い。コーカサスのメスタンだけでもね、結構売ってたんで、メスタンだけ買って、あのサンダーセット組んで幼虫取るっていうのもなかなか面白そうですね。で、これがマンディブラリス二股クワガタっていうクワガタで、これね、めっちゃかっこいいっすよ。こっちこっち出すか。多分この子だけね、この小さい容器に入ってるのはめっちゃ暴れるんですよね。で、容器をこう削ったり、またね、この顎がね、あの欠けたりするんですよね。なので、あの あれに入ってたと思います。うわ、かっちょえ、やば、これやば、すげえ。これちょっと、これ自分のにしていいっすかって思うぐらいすげえ。若干赤い、赤いね。へえ、かっこいいね。めっちゃすげえじゃん。ギラファーもなかなか好きなんですけど、これはこれでいいですね。マンディプラリス二股クワガタ、セアカ二股クワガタと同じ名前ですね。ここが二つに分かれてるからかな。うわ、いかついな、この威嚇の仕方も。うわ、ごっついわ、マジで。すっげえな。こんな日本にいたらやばいっすよね。はぁ、素晴らしい。いや、ほんと素晴らしいクワガタたちを。ありがとうございます。全頭無事に届きました。はい。でね、メスはね、ここにいます。メス、ここ。ちょっとここに手乗ってるから、メスコのね、あのちょっとプリンカップ越しですいません。ちゃんと生きてます。はい、多分ね、この子ね、めっちゃお腹空いてるんでね。わお、ご飯あげてあげます。いい声。あー、挟まれる、絶対挟まれる。あー、このアングル挟まれるね、このアングル挟まれるよね、ほらね。もうロックオンされて、あーお、ロックオンされてますよね。
はい、っていうことです。なんか四角上がったみたい。はい、ということですね、今回の動画以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。そしてね、この素晴らしいクワガタ送ってくださりありがとうございました。またお世話になります。それでは次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。